イツキがアメリカに戻った。命令、イオリさんをさっさと捕まえろ。バイバイ、バイバイ。そんな顔でうだうだしてるお前のこと嫌いだろうな、イツキちゃんは。選ばれた二人はベッドで抱き合い、熱いキスを交わしなさい。私磯崎泉。瀬戸さんもうちの高校なの。悲しそうな顔の先輩も好き。いおり、瀬戸のこと好きでしょ。私遠慮しなくていいですか。クラスで君を見た時からずっとずっとずっと好きだった。片思いだと思ってた。職人はね、別れてほしいの。養成所に入るんだ。才能の目覚めを君が邪魔しているんだ。お前の彼女である前にみんなの吉月よりになるんだぞ。隣の麻生ですけど、彼女の顔よりも心が好きなんですよね。まずいです。瀬戸さんのこと本気になっちゃいますよ。ずっと好きでいてくれる？他の人のこと好きになったりしない？当たり前だろ。合図。僕らは愛というには大げさだけど同じ季節を過ごしてた。